お、こっちか。ひろきさん、こんばんは。芸術家をしています。周りの人にも恵まれて何とか頑張っていますが、一部に嫉妬心が激しい人に粘着されて困っています。どうでもいいと思っているんですが、コソコソと足を引っ張るようなことをしてくるのはめんどくさいです。目をつぶって我慢するべきでしょうか。アドバイスいただければ幸いです。とまあ、多分山中さん SNS 使ってると思うので、Twitter とかやってると思うので、名前を出さずに、こういうことやってくる人がいるよねっていうのを Twitter に上げ続けると、多分知り合いの人が、あ、これ、あの人のことじゃねとかっていうのも結構わかると思うんですよね。で、本人が読んで、あ、やべ、これ俺のこと書かれてる、みたいになったりするので、なので、なんか SNS とかで、その名前とかがわからないような形でエピソードっていうのを書くといいんじゃないかなと思います。